みんな、こんにちは。ということで、本日もやってまいりました、古原やすいさ TV よ。はい、ということでですね、今日の動画は、過去コラボした人たち、戦隊のですね、ロボの紹介をしていけたらなというふうに思っております。はい。まあ僕たちもね、ロボット、まあね、あったりとかするんだけれども、ちょっと比較しながらだったりとか、やっぱりね、作品を見た思い出だったりとか語りながら、そして、あとは皆さんのね、そのコラボした時にいただいたコメントを読みながら、ちょっとやっていけたらなというふうに思います。今日紹介するのは、爆竜戦隊アバレンジャーから、アバレンをやっていきたいと思います。で、紹介するのは、こちらの爆竜ティラノサウルス。そしてですね、爆竜トリケラトプス。そして、爆竜プテラノドン。この3つ目ですね、アバレンを構成していきたいと思うんですけれども、実際にこうやって見た時の、まあ、正直な感想を言うと、こう、ティラノサウルス以外が意外にちっちゃいなっていうのがちょっと正直な感想ですね。まあ僕たちゴーオンジャーのやつと比較したりとかしてみると、例えばね、まあ、レッドに関してはもうめちゃくちゃでかいじゃないですか。こんくらいサイズが違うわけですよ。だから実際横とか見てみたりとかすると分かると思うけど、もうこんくらい違うわけですよね。だからめちゃめちゃティラノサウルスだけすごいでかい。だいたいこのトリケラとかもね、もうほんとすごい手のひらサイズで、まあそうだな、ガオアニマルよりちょい大きい。まあガオアニマルと同じくらいかな。と。で、うちで言ったら、だいたい、そうだなぁ。まあ、バルカとかその辺とかと一緒くらいかな。こちらね、エンジンアタッシュ。みんな、すごい懐かしいんじゃないですか。で、バルカがまあ大体ね、このくらいのサイズなんだけれども、これ一緒くらいのサイズだね、これ大体。並べてみると。ほぼ一緒だよね、大体。こんな感じ。で、さらにこのね、プテラノドンがめちゃくちゃちっちゃい、これは。プテラノドンで言うと、もう本当に、もうガンパーとか並べたけど全然違う。だからどっちかって言ったら、ちょっと僕たちゴーオンジャーで言ったら、このティラノが本当キャリゲーターくらいのもう要素になってる、サイズ的にね。アバレンジャーちょっと特殊なのは、アバレンジャーのこのティラノだけで胴体と手なんですよ。そう、まあそっち側から見たら、左手なんですよ、左手で、右手だけトリケラになって、あと、じゃあ、プテラどこになるかって言ったら、ここになる。だからそこがちょっとね、他のロボと違う、なんか面白いところだったりとかしますね。で、早速ではちょっと見ながらやっていくんだけれども、最初はここを、こういう風にしてください。で、そしたら、ここの部分、上が、こうやって開くんですよ。これ。上が開いて、パカって、見えるかな？パカって、上が開いて、それでここから、この頭がニョキッと出てきます。ここからこうですね、起き上がらせる。そうすることによって頭が出てきます。で、またここを閉じる。で、これで顔のとりあえず完成っていう感じですね。次、プテラをはめます。プテラはライオンのこの縦髪みたいな、役を担ったりとかするので、形的にはこれをぶっ刺すんだよ、おそらくここに。ぶっ刺すところから始めた方が多分いい気がする、これ。で、ぶっ刺して、こう、こういう感じで、シュッ、みたいな。ぶっ刺して、あれ？これ取れちゃうの？え？これ取れる？これ取れ、あ、取れてもいいな、これ。取ら、これ頭だ！これ、発見！そういうことか！これ、プテラの、この尻尾の部分って、これ、アバレオンの頭だ、これ。ここの、わかる？これ、丸坊主じゃん。この丸坊主のこの、頭にこうやってついて、かっこいい！こういう感じになるわけですね。はいはい。あ、めっちゃいいじゃん。かっこいい。あ、なんかあってそう。こういうこと、こういうことだと、そのままこれを、こういう風に、つける。で、合ってますか？で、次は、この右手が、もうほんとこれになります。いや、このドリルがさ、ちょっとこう強いんだよ、これが。でもこれも、これだけ。めっちゃ、ぐるーってこれ周りが回りますから、これが。そして、ここにトリケラがつくわけですね。トリケラ、なんかこれ、そのままつきそうだけど、いや、でも絶対これ足なんとかしないと、これ。足は、あ、しまえば、待って、めっちゃ簡単にしまえる、これ、足は。はい、で、これで手は皆さんこっちでした。
はい、で、これを足を下に、これをくっついたら下に行って、で、こういう感じ、こういう感じ、これ、これの足は、これ、後ろに出るから、こういう感じ、はい、混ぜたらこうじゃないですか、で、こっちは、こうなって、これ、もうちょっと、これはもう、いいよ、これ、前がこっち見えない、いや、これだ、で、こっちも同じように、ここの部分を、ガチャって外して、で、上の部分をパカッて開けて、で、こういう風な感じで、さらに、ガチャーンという感じで、完成あられよーという感じでございますね。いやー、かっこいい。で、割とアバレンジャーに関してはすごくシンプルだったので、テクニカルレベルで言ったら、星5中3くらいですね。アバレンジャーの、コラボの時にあったコメントをちょっとね読んでいけたらなっていうふうに思います。 TTFC でフララ君のインタビューコンテンツを作ってくれないかな。 OB な上に戦隊インタビュアーとして最高クラス。おー、ありがとうございます。はい、もうそう言っていただけると嬉しいですけれども、だからこれからもねみんなに楽しんでいただけるそんな、チャンネルを作っていけたらなというふうにスタッフ一同そして僕も思っております。よろしくお願いします。もう戦隊ファンが喜ぶことしかしないね、あなたは。ありがとうございます。でも戦隊ファンの皆さんも喜んでるかもしれないけど、一番喜んでるのは僕です。まあ好きなんで、やっぱりこうやってフラレスサ TV に、まあ、出てくれるだけでももう正直僕はめちゃめちゃテンション上がってるし、で逆に今まで見てなかった戦隊をそうやってつながって、あ、知ろうかなっていうきっかけにもみんながなったらいいなって思うし、俺もなったりとかするから、そういった意味でどんどんいろんな戦隊、そしてレンジャー、まあライダーとかも、まあこれからちょっと本当にゲストで呼べたらなっていうふうに思ってるので見ていただけたらなっていうふうに思ってます。そういった思いでちょっと僕たちやってるんでね、はい、これからのゲストも楽しみにしてください。アスカが当時以上若く見える。そう、これ20周年経ってんのにみんながねあんま変わらんのよ。そう、相変わらずかっこいいし、アスカに関してはめちゃめちゃ筋肉量増えたみたいな、なんかアバレンジャーの中でめちゃめちゃ筋トレが流行ってたみたいで、みんなムキムキだったんだからほぼで、ああそう、釣りバカ日誌の回とかねすごかったよね。あれテレビをここに置いてさ、釣りバカ日誌とコラボってなんかめちゃくちゃすごいよね。俺たちもさ、一番最初ゴーンジャー始まるときクレヨンしんちゃんとコラボってあったのみんな覚えてるかな。最初にしんちゃんがなんか敵に絡まれるみたいな、そういうところとかで俺たちが出てくるみたいな、1,2,3,4,5 じゃみたいなのあったんだけど、あれはねでも本編ではやらなかったからね。自分の作品じゃないアバレをここまで愛してるフララさん、いやーまあでもね見ていくとさ、みんなもそうだと思うんだけどさ、なんだろう、やっぱり多分推しができていったりだとかさね、やっぱ誰に感情移入するかってやっぱあったりとかすると思うんだけども、まあここに関しては、まあ、先輩、もうガチの先輩が出てるっていうところからもう割となんか見ようかなって、見たかったなってなったりもするし、戦隊って世代を超えたつながりができてすごいよな。というかブラックは鍵じゃなかったから、そう、ブラックは鍵で変身するのね。そう、ダイノハープっつって、ダイノハープ、このハープが実はこうやって鍵が出てきて、ダイノコマンダーってやつ見てね、入れて変身したりとかするんだけれども、まあそこはちょっと許してください。今回ダイノコマンダーがまあ用意できなかったっていうのもあったりとかして、でもねやっぱね、アバレ20周年終わってから、まあその20周年最中とかにまあなんとか手に入れたよね。あ、そう、これ見てる皆さん、そのお家でね、もし眠ってる、もう本当に持て余してる戦隊のおもちゃロボがあったりとかしたら、ぜひねあのフララシサ TV の方に送ってください。ツイッターのですね、下のあのプロフィールのところに、あの千葉県市川市のあのLPO 法人マスターピースっていうところで僕の受け取り窓口をしていただいているので、そこにですねおもちゃとか送っていただけたら、変身コードだったりだとか、本人によるまあそのロボットの組み立てだったりだとか、まあ、そういったところで有効に活用させていただけたらというふうに思いますので、持て余してたら、眠っていたら、ぜひフラフェスタ TV の方に送ってください。寄付の方よろしくお願いします。ラジオ TV! エンディングやっぱ未だに覚えてるって人多いですよね。アバ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 でね、懐かしいよね。これでやっぱどっちかって言ったら、アバレンジャーの曲って、そっちの曲の方が覚えてる人いるんじゃないかくらい。だけどさ、もう最初のオープニングとかもめちゃくちゃいいんだよね。暴れ、暴れ、暴れまくれ。めっちゃいい、もうかっこいい。あと、歌詞で好きなのが、暴れた数だけ強くなれる。もうここも好き。暴れた数だけ
優しさを知る、これもいいよね、ほんとに。アバ、確かにアバレンジャーって全体的にシリアスな分ギャグとの格差がすごいよね。まあそれはあったよね。あのユキトがね、ずっとクールなキャラでいて、なかなか、なんだろう、崩れないのも良かったですね。それはでも暴れキラーがずっと敵であり続けたっていうのはやっぱ大きな良さだったかなっていうふうに思います。意外な共通点が、あ、そう、ゴーンオンジャーとね、そのバディモノっていうところとかでは割と、仲間、まあ、相棒っていう意味では共通点もあったのかなっていうのと、まあ富翔さんが僕の先輩っていう共通点もあったりだとか、あのこうパワーレンジャーでこのアバレンジャーっていうのが、もちろん僕たちがその使用したスーツっていうのは1年後終わったらアメリカに送られてパワーレンジャーとして生まれ変わるっていうことが結構多かったりするんだけど、向こうのパワーレンジャーでアバレンジャーの要は放送が流れたんですよ。放送回が流されて、こうやって変身するとか、だからユキトとか出てくるんですよ。だからなんかパワーレンジャーともコラボしてるっていうのがめちゃめちゃアバレンジャーは確かに熱いから、そういったところもまあ余裕のある人はちょっと見てみたら面白いかもしれない。アバレンジャーの20周年っていうのもあったりもするから、だからパワーレンジャーの中に三女ユキト、そしてアスカ、リョウガ、ランルも出てきたりもするから、めちゃめちゃ面白かったからぜひ見てください。ということで、この辺で今日のですねプラダイスのレビューの方は終わりにしていきたいと思います。これからもですね皆さんどうか、応援の方よろしくお願いします。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。